ていうかこれ北陸時代、北陸、北陸、北陸じゃないからね、まあ、え、うん、認識としては北陸、北陸、ニアミスだけど北陸じゃないからね。そう、上越、中越、下越わかる、新潟って北陸じゃないの、違います、あ、次は越後は北陸じゃないです、なんだっけ、何地方、はい、よく言うじゃないか、越後の国で、越後とかでさ、そうそうそう、でほら、静岡は東海地区とか言うじゃん、うんうん、まあ、まあ、関東甲信だよ、だから甲信越か、甲信越、そう、越がそうだ、甲信越地方、越、甲信千春、甲信千春、甲信越、え、そうか、で北陸はね、富山、石川、富山、石川、福井、福井もね、あの辺北陸、あ、うん、そうそう、じゃあ俺全くないわ、全くない、あ、ない、なんかそれ以外だね、君は絶対住めない、絶対行ってそうなんだけど、行ったことないわ、お前は絶対住めねえだと思う、なんか冬嫌いでしょ、冬嫌いで晴れない晴れないけど、ダメだ。冬嫌い、生きていけない、なんかさ、関東の方ってさ、南に行くと突き当たったら右に行ったら静岡とかじゃん、あ、海、だから海に当たったら右に行ったら南に行く感じでしょ、うんうんうん、で逆なんだよ、だからいつまで行っても高速道路乗っててももう逆にしか見えないだこっち行ったらこっち柴田ですよね、だ逆逆逆っていう、あ、そういうことね、もう海に当たったら絶対左が、わかるわかる、海の左がなんかさ、西っていうさ、西とか南っていう感覚あるよね、こっちの方角に行ったら海に当たるだろうってとこに行くと絶対山に行く、へえ、そこに輪をかけて上越、中越、下越って、あの昔の京都がほら都だったじゃん、うん、そこからカウントして要は一番上にあるから上越、うん、あ、ちゃちゃ、手前だよね、上越、中越、下越っていう、そ、石川寄りが、そう、あ、富山か、富山寄りが上越ってことで、上中下ってことで、そう、上下解釈、感覚的には海に一番近くて一番日本地図でいうところの北に位置するところが下越なの、だから越後、越中、越前もそういう、そうそうそういうこと、越越前、うん、越中、あ、そう、越後政官ですよ、越後政官の方だね、あ、そっか、そう、そうなんだね、ガーッですよ、そうそう、あ、そうか、越前か、なるほど、そこそこ、新潟、そうです、でもまさか遠征が、遠征がね、日本海に、日本海です、フロム太平洋だからね、うん、いいね、フロム太平洋、フロム太平洋だから結構陽気、陽気、フロム太平洋ってすごいよね、だってうち東京湾じゃん、ほぼ、うん、東京湾、じゃあ相模湾じゃん、スルガ、どれだけバラバラよって、もう暑い、う、う、だから、うん、暑い人から見たら結構陽気な人間に見えるのかな、そうだね、割とこれでもさ、俺言ったけどさ、プレゼンスの1曲目のね、あのグッバイマイスターライト、うん、あれでしょ、うん、あれは俺ね行ったことないけどなんかね日本海なんだよねイメージが、なんでなんだ、朝の日本海なの、行ったことないけど聞いてみる、その朝のイメージってさ、太陽から日が昇ってるよね、あのね、違う、太陽から日が昇っちゃうのサンライズもサンライズだ、ね、あのもう暗い暗い海なの、あ、そうなんだ、だきっと俺の勝手なイメージね、だ日本海の海を想像したのかなと思って、うん、書いたのかなっていうのをすげえ、まあ、でもなんか分からんでもない、あのなんか結構イントロリフでなんか割と風の音が聞こえるような感じあるもんね、そう、なんかさあ日本海めっちゃなんかこう風強いからさ、でもね、荒波なそういう感じです、なんかあのなんていうの、砂浜っていう概念があんまりない、だみんな熱海みたいな感じ、あの全部熱海みたい、砂利砂利の、いや違う、あのもう崖、あ、あーが、あーザッパーンボヨヨンボヨヨンザッパーンボヨヨン、まあ本当にもう岩肌が全部削り取られてるのよ、あのもう波が強いから、それも全然違うって言ったら、太平洋って湖みたいわけなとか言ってて、やっぱケイスケも言ってて、うん、お前ら日本海の厳しさ知らんけえのみたいなこと言ってて、新潟糸魚川に親知らずっていう有名な崖がいっぱいあるところが、すげえ、デケ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 、そこ結構普通にあの北陸道とかよく走ったりするから、あ、そことかすんごい断崖絶壁がずっとこう崖沿いにずっと高速がある、へえ、怖え、この恋感じてみたいな、本当、そうそうそう、こうもうしっかの夏を抱きしめてみたいなやつが、あ、そう、久しパートだね、なんでだっていうことだね、そうそうそう、なあ、だから新潟ね、まさかだから、ね、この機会に行けると思わんかったからね、まあね。